Welcome to the Sexy Santa News. 皆さん、こんにちは。セクシーサンタニュースです。2017年衆議院選挙は自民党の快勝でした。おめでとうございます。立憲民主党も枝野さん一人からの党立ち上げからの大勝利でした。残念なのは希望の党ね。作者のヤフーペンネームと同じ部分があるから応援するつもりだったけど公約が悪すぎたわ。一条改正を目論んだ上での女系推進も嫌われたわね。参議院廃止もないわよね。自民が有権者の思いを汲んで憲法改正には何も言及しないのに対して、希望の党は9条どころか平気で1条改正もちらつかせたわね。今回は希望の党が敬遠されたのはここにあると思うわ。日本国民舐めすぎ。日本の元首は総理大臣でいいのよ。解除に関しては別にいいんだけど、なんで枝野さん？と思ったわ。辻元さんとかだけを排除すべきだったわ。原発事故に関してはあの事故の拡大を防いだのは間違いなく菅さんや枝野さんよ。あの事故当時に一番適当なことを言っていたのはマスコミ自身なのよ。だからおかしな考えを持つ人が多いのよね。詳しくは作者のヤフー掲示板の書き込みでも見てね。そこに事故当時のことを書いているわ。マスコミは広告主でスポンサーである東電さんには随分遠慮して肩を持ち、事故前に原発安全神話を広めて初期対応を誤らせたのよ。そして事故を防止したのは元東京都知事の石原さんと東京消防庁のハイパーレスキュー隊。そして現場で一番活躍したのがアメリカ軍と自衛隊なのよ。球場に関しては自衛隊の防衛の任務を滞りなく遂行させるために20年近く前から論議されてきたわ。一条に関しては議論も何もなしに勝手に変えようとするからムカつくのよね。希望の党は議席を失っても仕方がない部分があったわね。それではまたね、バイバイ。